セキロシャドウズダイトワイス2019年フロムソフトウェア、どうもアラヤンです。さあ今回はムジナとバーさんに教えてもらったクグツを使ってタコをあげるっていうやつをやりたいと思います。この下ぐらいかな、あのタコのことなんでしょうね。でとはいえそれとは別になんだけど、なんだろう、向こうの方にいたちょっと変わった風貌の人覚えてます？白いなんとかかんとかみたいなこと言ってたやつ、あ間違えた、この坂の上の方にいた人ですよね。あの人に渡す風車を持ってるから、ちょっと渡しに行こうかな。二択だったんだよね、この人。どうも。真っ白いお花を探さなきゃ。真っ白いお花を探す。どこにあ、真っ白い風車、真っ白い風車を渡すか、赤白い風車を渡すか。そうね、真っ白いの渡したら終わっちゃいそうだから赤白い方を渡してみます。お前が探しているのはこれか？うんうん、それは赤白いお花だ。オラの探しているのは真っ白いお花じゃよ。そうか。でもあんた探してきてくれたんだな、ありがとうな。あんたいい人だ。真っ白いお花か。そうだ、飛んでいった。うん、そうだ、真っ白いお花は飛んでいっちまったんだよ。なんだこれ、行き先を紹介するってなんだ。真っ白い風車を渡したら終わっちゃいそうだから行き先を紹介してみます。ステローへ誘う。ステローで人手を探してたあの怪しい人のところに紹介するってことかな。ちょっとこれ置いとこうか。ちょっと終わらさずに置いとこう。なんかよくわかんないストーリーが分岐しそうな感じですね。ちょっと置いといてタコ揚げの方行きましょうか。なんかどっかタコの下にいてる誰かのとこ行けって言ってたけど、どこだっけ。あっち崖下に、あい崖下のラッパ、老婆が一ヶ月回しでタコ揚げと。あのばあさまたちか。あいつらの言うことはバカにならねえぞ。そういや忍びの術に生き物をクグツのように操る技があるとか、そいつのことかもしれねえな。やっぱりクグツの術でやるっぽいですね。崖下ってのは あっちかな。はい、タコ揚げ係のラッパってのはどこにいてんだ。見当たらんね。あいつか、向こう向いてますかね。じゃあこっちから近づいてって、お、アイテム発見。月隠れの飴と片白寄せの身分風船。よいしょ、あいつ近づいてってクグツでやっちまいますか。いけ、クグツ動いてくれ。動き始めた。すごいなクグツ。あ、どこ行くの、どこ行くの。あ、タコをあげてくれる。で、あれどうすんの。めっちゃ向こうまで上がっていきましたけど、普通にずっと押さえててくれるんですね。すげえクグツすげえぞ。で、あのタコはどっから行くんだ。あ、タコがこんなそばまで来てる。お米のおばあさんのところですね。じゃあこの下に、あー、あそこにいてるわけですね。すんごい遠くに見えてるぞ。クグツの術で操ったあいつ、あのタコのところに登んのかな。この木の上に行けってことか。
はいよ。血かな。あ、行けそうだぞ。行けそう。これで向こう側に渡れってことかな。行け。行けるのか、行けるのか。よし、届いた。種ならしゲット。ここはこれで終わりなのかな。生牡蠣がどうのこうのとか言ってたけど、あれ、あ、落ちた落ちた落ちた。あ、あ落ちましたね。どこ行くんだろう。どっか下に降りられる場所ある。あ、なんかあるな。こっちかな。あ、なんか降りられそうだぞ。行ってみよう。よし、よいしょ。オッケー。あぶねえ。足場が悪いな。自鉄くずゲット。そこの洞窟の中に入れってことかな。この下も何か平原が広がってますね。谷の底って感じ。こっちはムジナがいてる。あ、落ちた。ムジナがいてて、そこに鬼仏がいてるな。これ多分、あ、敵じゃない。話しかけられるムジナですね。いいムジナ。よう、おめえか。いつものやつか。野暮用は済んだか。ああ、おかげさんでな。この墓は、こいつは俺のガキの墓だ。なんでこんなところに建てたんや。ガキがいなくなった後、何やら急にラッパの人が面倒になってな。オチの試しだ、人さらいだ、黒笠の責務だ。この寺は何もかんも面倒くせえ。だから抜けたか。ああ、さてと、これで野暮用は済んだ。野暮用って墓参りだったんですね。アシナの城にでも戻るとするかね。どこだろうが、この寺よりはマシってもんだ。次はアシナの城に移動するってことかな。やってくるネズミの数も尋常じゃねえって言ってましたね。鬼仏と対座。ここはなんていう場所。谷落ちの洞窟。あ、忘れてた。戦いの記憶があるから攻め力を強化できるんじゃないか。屏風の猿たちと向き合う。よし、強くなりました。攻め力強化。さて、この向こう側はまたアイテムかな。片白寄せの身分風船。この下は何だろう。行っていいのか。行けそうだな。ほい。落ち谷送ろうか。何この、これ見よがしに突き出た棒は。どこにも行けないっすよね、ここね。飛び降りて引っかかるような場所ないっすもんね。特に棒の先は何もなさそうだから、こっち側。あ、ここも行き止まりだな。なんだここ、なんもないっすね。今は来るところじゃないってことかな。さて、不思議流を覚えてきたことを巫女様に報告しよう。どうも。エマ殿に桜の木のことを聞きました。おう、どうじゃった。それは今どうでもよくね。桜は床桜と呼ばれる。タケル様が戦況より持ってこられた桜ですが、今はもう枯れて残っておらぬようです。そうか。ですが、何者かが床桜の枝を倒り持ち去ったといいます。ふん、誰がそのようなことを。失われたものはどうにもならぬな。持ち去られた枝にしても
今は手がかりがない。先に他の子を集めることにしよう。御意。不思議りのことは報告しなくていいのかな。狼、その背中の刀はもしや。不思議りにございます。それが死なぬ者を殺すという刀か。はい、先方寺の越智の巫女より授かりました。越智の巫女。先方寺の者たちは僧を捨て死なずの探求に魅了されておりました。その末に生まれた偽りの流因を持つ者、それが越智の巫女たちです。偽りの流因、そのようなものが。待て、巫女たちと言ったか。はい、多くの越智の巫女が作られ、されど生き残ったのはただ一人にございます。流因はやはり人のありようを歪めてしまうか。不死立ちなさねばな。御意。次の行き先とか教えてくんないのかな。戦況に至るための子集めも進んできたな。狼よ、引き続き頼むぞ。花について。源の好機、その一つは源の水が濃く溜まった場所で咲く白い花だろう。はい、落ち谷を探ってきます。落ち谷は城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社、言葉の通りそこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。床桜は枯れ、残っておらぬか。はい、ですが何者、失われ持ちさ。行くか。狼よ、頼んだぞ。はとりあえずまずは次は落ち谷に向かうってことですね。お城の裏手の林を抜けていくとか言ってたな。白蛇の社の方に行けばいいのかな。誰かいてんぞ真横に。びっくりした。天狗じゃねえか、誰かやられてんぞ。おお、赤炉か。これは、ナイフのネズミどもよ。こやつらはどこからでも入り込む。切ってもキリがないわ。時に赤炉、極めたか。まだ足りぬわ、赤炉よ。さらに切れ。もっとネズミを切ってこいってことかな。まぜ。とりあえずまあ白蛇の社に天狗がやってきてるってことは分かりましたけど、ここから谷の方に落ちるって言ってましたよね。こっちのことかな。あの向こう側に渡れってことかな。前に一回渡った気がするけど、よいしょ。ここ何もないんですよね。ここは何もない。どっかこれ下に行けるのかな。落ち谷っていうぐらいですからね、まあ、下行けそうだな。こっちからでいいのかな。こっちも行けるね。あの下かな。前あそこに落ちて確か強い敵にやられちゃったんですよね。じゃあこっちから下っていくか。ここから下りルートみたいなのがあるぞ。まずはここに。はい、でこの足元の足場に降りればいいのかな。そこに鬼仏も見えてるしね。はいよ、鬼仏発見。森下の谷、とりあえずそこにアイテムが見えてるから飛んでいきますか。敵兵とかいないよな。内田に、あ、なんか見つかったぞ。握り杯ゲット。なんか狙われてる。うわ、銃かよあいつ。待て、見なかったことにしよう。
私は戻りルートなのかな。こっちにも進む道がありそうだけど、こっちもありますね。向こう側前にやられたところですからね。これさらに下にも下っていけるのか。とりあえずさっきの銃のやつが行ってたところ行きますか。どこだっけ、このまだ向こう側かな。こっち見てるよね。一気に行け、いってえなー。よし、どうした。ちょっと際どかったね。空中でダメージ受けた時はどうしようかと思いましたけど、さらにこの下には行けそうにないから、この向こう側行くか。落ち谷っていうだけあって本当に落ちそう。もう上でいいのかな。さらに向こう、あ、敵がいてるぞ。また銃兵かな。向こうを向いたタイミングで行く。さよなら。よし、こっちは登れるし、こっちは降りられそうでしたよね。そこはアイテムだけか。よいしょ、陶片。向こうにも道は続いてますね。ちょっと登る方も行ってみる。怖い。よいしょ、こっちかな。敵兵が動いてんのが見えましたけど、あの上かな。左向いてんね。左向いたままで動かないのか。ああ、右行った、右行ったぞ。すぐ目の前にいてる。上のやつが右向いてる間に、この手前側にいてるやつを忍殺って感じかな。行くぜ。バレた。よし、撃破。まだ見つかってないかな。奇跡的にまだ見つかってないですね。かなり警戒されてる。警戒解除ですね。右向いたら向こう側渡ろう。行くぜ。さようなら。そこの下はもう何もなさそうだから、こっちは下行けないね。この上か、ここですね。誰もいないか。誰もいなさそう。登っちゃいましょう。見えないところに敵がいてる可能性ありますからね。大丈夫。黄色荘園ゲット。よし、それからこっちにもアイテムがあるね。これはひょうたんの種ゲット、ラッキー。ここはこれで終了かな。行き止まってるっぽいよね。そうね、もう先がないから、このアイテムを取りに来る場所ってことかな。じゃあこっち側かな。さらに向こう側、壁に張り付いてんぞ。なんか落ちてった。間違えて手裏剣と間違えて斧出しちゃいましたからね。この下に落ちてるわけですね。はいよ、倒せ。 OK で、アイテムゲット。毒消し孔。ここは壁に張り付いて進んでいけってことかな。怖いな。向こう側には敵の姿はない。いてるな。下には敵がいてるぞ。とりあえずこの木の上に。よし、下にいてる巡回兵は一人だけかな。あれ、どこ行った、どこ行ったんだろうね。見当たらなくなっちゃいましたね。すぐそばにいた。やばい。よし、まず一体撃破。
銃を撃つやつばっかりだ。いた、やばい、散弾銃みたいなやつがいてるぞ。よし、これで痛い、銃が怖い。いって、あれかわせんの、怖い。ジャンプ攻撃しかかわしてなさそう。畳みかけろ、ダメか、やばいやばい、やべえ。ああちょっと待って、回生して逃げよう一回な。よし、ふう、あれどうやって倒そう。3人もいってるとはね。1体倒した、あと3弾銃だけ。いけ、はじけねえ、やばい、行ってくる、あっねえ、危ない。あれガードできねえな、はじきができるかと思ったんだけど。オッケー、どうした、つえー、雑魚敵のくせに超つえーな。こいつはやられてる。落ちたにの鉄砲取りで噂以上よ、備えなきは無謀であったわ。懐かしい先輩、王子の鐘が聞こえな。強かったもんね鉄砲兵。無事な死んじゃいました。さあここに鬼仏発見。落ち谷、ついにやってきましたね落ち谷。ここで休息取ったらすぐ横の鉄砲兵たちは復活しちゃうのかな。ここにアイテム発見、自鉄くずゲット。あの向こう側に行くっぽいけどね、どっから行くんだろう。鍵縄で引っ掛けられそうな場所が、あの下か。あっちに飛んでくんだったらここは敵兵復活しても大丈夫かな。休息、すぐ向こうに飛ぼう。誰かに見つかったな。誰に見つかってんのこれ。向こうの方からいっぱい銃撃たれてるけど、ちょっと待て待て、それはやばい。そんな飛距離あんの。誰かいてる、白藤って誰。危ない、銃撃ってきそう、銃撃ってきそう、怖すぎる。急にボス戦、入った、いってつえちょっと待って、回生して逃げよう逃げよう。あ、なんか逃げれる、こっち逃げれるぞ。よし逃げよう逃げよう、いったー落とされましたね。久しぶりに死んだわ。あいつ強えな。